ライフ・イット・セルフ未来に続く物語は2018年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はダン・フォー・ゲルマン。出演はオスカー・アイザックとオリビア・ワイルドなど。ある事故を通して、世代も国籍も異なる二つの家族の運命が交差し、過酷な試練にさらされる人々の物語をボブ・ディランの曲に乗せて描いている。日本語字幕は桜井優子。 ニューヨークに暮らすウィルとアービーは、大学時代に知り合い、そのまま結婚に至り、ついには子供を授かることとなったが、生惨な交通事故に遭遇してしまう。本作は、そんな二人が様々な人々との出会いを通して、人生の奥深さを学んでいく姿を描き出した作品であり、人生参加でもある。2016年8月、フィルムネーションエンターテインメントは、ダンフォー・ゲルマンの脚本。 ライフ・イット・セルフの映画化権を獲得したと発表した。フォーゲルマンの脚本は2016年のブラックリスト入りを果たした。11月、オスカー・アイザックが本作に出演するとの報道があった。2017年1月、オリビア・ワイルド、オリビア・クック、アントニオ・バンデラス、サミュエル・エル・ジャクソン、ライア・コスタの出演が決まった。3月、アネット・ベニング、マンディ・パティンキン、 アレックス・モナーがキャスト入りした。本作の主要撮影は2017年3月13日にニューヨークで始まり、5月にはスペインに移って撮影が続いた。アマゾン・スタジオズ・ユニバーサル・ピクチャーズ・パラマウント映画が本作の配給権獲得をめぐって熾烈な争いを繰り広げたが、2017年12月1000万ドル強のオファーを出したアマゾン・スタジオズが 本作の全米配給計を獲得した。2018年9月8日、本作は第43回トロント国際映画祭でプレミア上映された。本作は、ルイスと不思議の時計、歌詞119、アサシネーションレーションと同じ週に封切られ、公開初週末に520万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを大幅に下回るものとなった。 2018年9月21日、本作は全米2609巻で公開され、公開初週末に212万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場11位となった。この数字は2500巻以上の規模で公開された、作品としてはワースト2位の数字であった。本作は批評家から酷評されている。 映画批評集積サイトの6点トマト図には152件のレビューがあり、批評家支持率は13%、平均点は10点満点で3.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は胸焼けがするメロドラマであり、何かを語ろうとすればするほど何も語れていない。ライフ・イット・セルフ未来に続く物語は、ダン・ホーゲルマン監督の才能が、 テレビドラマに最も適していることを示唆している。となっている。また、メトクリティックには39件のレビューがあり、高評価は1件、賛否混在は8件、低評価は30件、過重平均値は21、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。インディワイヤーのケイト・アーブランドは本作に D 評価を下し、ライフ・イット・セルフ未来に続く物語は、 観客を心底馬鹿にしている。もしも観客に知性があった場合、彼らは一切感動できないだろう。登場人物の一挙手一投足を、逐一丁寧に説明しないと、ストーリーを理解できない人間向けに制作された映画である。と評している。なお、本作の国評に対して、ホーゲルマン監督は、映画批評家の世界は、白人男性が圧倒的に多い社会である。 彼らが情感豊かなドラマを好まないことが、批評家からソース感という事態を生み出したという趣旨の反論をしているが、女性や非白人男性の批評家の中にも本作を酷評している者が相当数いる。ありがとうございます。